ここは過去なのか未来なのか、巡り来た絶望の世紀に時を超えて蘇る伝説の腕立てマシン、人類史上最高難度へと進化を遂げた難攻不落のモンスターマシンを陥落させる人間は現れるのか。腕立ては古代ギリシャの時代から行われているド定番の筋トレ。あの孫悟空もハンマバキもロッキーもブルース・リーも強くてかっこいいヒーローはみんな腕立てでトレーニングしてきた。肉体の限界に挑め。地獄の100秒を制し賞金100万円をつかみ取る世界最強のプッシュアップザヒーローは誰だ。開始10秒前。9 8 7 6 5 4 3